どうも、久留米ほとめき通り商店街 PR 大使 R 藤本です。どうも、その秘密秘書の桜井長子です。秘密秘書なんですか？秘密秘書、秘密秘書ということで、うん、今回ですね、はい、その地元久留米にやってもらいました、うん、はいはい、はい、ほとめき通り商店街の入り口ですね、はい、後ろが西鉄久留米駅になってるんですけども、来ましたね。今日人多いでしょ？多い、はい、今日はなんと、うん、この久留米の、まあ、夏の風物詩っていうんですかね、はいはい、土曜夜市言ってたやつやね、はい、に来ております。はい、土曜夜市なのよ。え、何？こうなんか、あ、ジャンボサイコロだったわ。こういう、だからここが夏祭りみたいな、土曜日は夜市っつって、え、毎週？うん、あのこの時期、この書いてるぐらいの、あ、夜めっちゃ楽しいよ。そう、500円ぐらい握りしめてね、行きましたか。まもなくもうね、5分前です。18時からなんで、もうバッチリ我々浴衣と準備で準備しております、はい、もうね、暑くてしょうがない今これ暑そうやな。西人ガスリがもうガッツリした。暑くてしょうがない。ものすごいね、多分ここから人もちょっと増えてくるんですけども、うん、とりあえずまあ久留米といえば、うん、あの方、はい、お呼びしたいと思います。わかりました、どうぞ。どうも、ご無沙汰しております。はい、小学校の同級生で、はい、はい、何でしょう。あ、どうぞどうぞ言ってください。いやいや、理事さんでしたっけ？ください、はい、西鉄久留米駅前商店街、うん、振興組合の理事長を務めておりまして、はい、この全体の久留米ほとめき通り商店街の理事も務めております、はい、それからベルベールの社長も務めておりまして、湯品指輪工房の代表でもございます。怪しいぐらい肩書きが多い。それから福岡 e スポーツ協会の方で参与も務めさせていただいております。プロゲーマーでもあるんですよね？プロゲーマーではないんです。プロゲーマーを育成する側の、はい、立場で今、いろんな顔をお持ちで、クリア君でございます、はい、いいんですよ、そんな話は。今日は土曜夜市ですから。土曜市ね、もう俺はだから何ですか、うん、30年ぶりぐらいですよ。ちょうどね、小6ぐらいまで行ってた。中学校に行ってないんじゃないかな、下手したらね、うん、いや、そう、いや、もうね、お二人ロケに来るときって、はい、本当にタイミング悪かったじゃないですか。何があった？その平日の午前中とか、まあ人は少ないです。それでね、シャッター商店街という言葉がポロッと、うん、まあ、言われま、言いました、ね、なんかシャッターが多いね。シャッター商店街ですね。なんかなっちゃってるかな、この時間帯か、出たと思うんです、はい、それをね、今日は払拭するためにもね、はい、ぜひこの年で一番盛り上がるこの、土曜夜市の、はい、を2人で練り歩いていただいてっていうのをね、企画したんですよ。で、うん、しかももっと言うとね、本当は生配信でね、やるっていう話をちょっと、制作さんと話し打ち合わせさせていただいたんですけど、さすがに事故が怖い。まあ人も多いしね。で、本当はね、なんなら出店もみたいな、グーグーさんで出店もどうだみたいな。あ、やりたかった。で、あのね、門田くんの天津飯とかっていう、ね、話あったんですけど、ただね、5年前の話、この暑い中、もう今ね、まあ、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっとね、湿気が、西日がすげえし、暑い、ちょっと全体的にしっとりしてる感じ、分かると思うんですけど、この暑さで天津飯どうなんだって。まあ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 、でも焼きそばとかはね、ありましたけどね、ちょっとね、卵の管理がね、なるほど、やっぱり怖いっていうことで、まあちょっとね、いろいろね、まあ、ちょっと事実上断念をいたしました、はい、で、それでもなんとかロケで、うん、回っていこうということで、今回、はい、なんとか制作さんも、やっていただくことになりましたので、なるほど、今日は3人で、じゃあ話つけてくれたんですね。もちろん、ありがたい、つけましたよ、ね、打ち合わせ多分過去最高に、そんなやった多かったかも、週3ぐらいで打ち合わせした。あらららら、ちょっといろいろね、調整が必要なので。いえいえいえ、ちなみにいつぶりとかなんですか、やっぱ中止してなんですか、これ。そう、3年ぶり、3年ぶり、土曜日なんです。やっぱりね、ようやくなんですね。そう、ようやくなので、例年よりも多いです。あのね、いや、そう、俺の子供の頃ですけど、ね、こんな人いたっていう。あ、そんなに？さっきちょっとね、オフで話したけど、うん、こんなにいなかったでしょみたいな話。いや、盛り上がってはいるんだけど、うん、こんなにいたかなって。やっぱね、3年分みんな溜まってたんじゃ、祭り欲が。まさしくその通りで、ね、本当に溜まってたやつが、県内ぐらいからは来てそうだもんな。もう、うん、県外からもね、県外からも、佐賀の方とかからも来ていただいてるみたいです。それがね、毎週毎週、うん、過去最高記録の売り上げをずっと更新してました。私どももそこでね、ヨーヨー釣りやってるんで、後でちょっと。ヨーヨー釣りやってる、はい、さんとうちの商店街でやってました。なるほど、ヨーヨー釣りやってこない。やってます、はい、うそ、ないの、人生で、うん、はって言われても。じゃあヨーヨー釣ろう。まあちょっとそうですね、じゃあ、うん、お祭り感出すためにヨーヨー釣ります。もうすぐそこなんで、うんうん、とりあえず行きましょうか。行きますか。行きましょう。ちょっと人波もちょっと増えたから、ちょうどね、あの信号がね、青になるとね、なるほどね、人が来るので。おー、ほら、すごいな。ね、こんなに人口いたんですね。いや、クルメはね、人口多いのよ。でも30万超えてますから。どこに隠れてたんですか。いや、それね、僕らも言ってます。すごいよ、だってそうよ、前方塞がってるもん。初めてでしょ、こんな商店街。初めて見た。これが普通の、クルメの商店街。これ年に1回、はい、土曜日にね、何回やってたっけ。もう5回、6回かな。
6月の最後の週から7月の最後の週まで毎週土曜日お祭りやってます。今回がもう3回目4回目ぐらい、はい、それなのにこんなに集まるんだ。そうなんです、ね、ちょっと洋物にも多い、うん、ビールから あら最高なとこからスタートしてる。ちょっといいですね。すごい、いいな。あんま飛ばすとほらそうね、ゆっくり ね、もうもうベビーカーがもうおもちゃ置き場もらっちゃうとかもありますけどね。いやちょっと切ってみたいけどな。子供には最高やな。グッズマジで。じゃあ並びます、並びましょうか。ここが栗秋さんの、ここがうちの、あ、ここ栗秋さんのヨーヨーです。ちょっとグーグー財布もらっていいですか。魔法の魔法の財布あるんで。やった、おやってごらんよちょっとやりましょう。ここここここです、ここです、ここかな。ですかね、でなんとね、うん、この間インターンシップでほら南筑高校の生徒さん、南筑高校ましたけど、ね、今回お手伝いしていただきました。あ、この生徒さん赤白のハッピーアンの生徒さんも、偉いな、いろいろやって、ボランティアで、ボランティアでもう、飲み物と普通の 最低限の飲み物と最低限のご飯だけで普通ならね、楽しむ側なのに、ちょっとどうぞどうぞ。あ、はい、うわ、腕が鳴るぞ。やる、俺はいいよ、まあ、確かに自分のあれだもん、ね、自分のところのやつだから、でもうまいんちゃう。ヨーヨー釣りしたいんですけどいいですか。はい、はい、どうも、ちゃんとお金払います。はい、こちら PR 大使の R 藤本と言いました。あ、というのがね、やってまいりました。 PR 大使やらせて、はい、ちょっとこちらでじゃあ2人分、はい、はい、切れるまでやってます。これをプログラシーナイフをもらいました。らしいですよ。なにマジが初めてだ。要はどうかこれが濡れてちびれるんだけど。あ、そう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 、濡らさなきゃいけないのね。あ、切れちゃった。あらららら、意外とね、重いんだよね。そうなんだ、そうそうなんだ。輪っかのところに引っ掛けてやるんですよ。あ、男の子、あ、わかる。なんか慎重にやってる。開いてるんだ。透明なの狙っちゃうよね、まあ、ちょっと見と見たい見たい。あ、あ、いけいけいけ、うまくない。お、あ、いけるぞ。いやいや、でもうまいとこ鉄だけつけてからさ。あ、頑張れ頑張れ、大丈夫大丈夫。ああ、ちょっと早かった、ちょっと早かったな。難しい。見てほら、あ、まだ行く、もう一回ある。知ってたさ、屍がいっぱい浮いてるだろ。あ、確かにね、沈んでるだろ、あそこに。あ、あ、でも確かに狙いどころだな、あれ。あれね、そう、輪っかをさ、探すのも結構むずい。わあ、これ俺、わあってなるかもしれない、途中で。お、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 あ、いけた、もう、もう OK にしよう。おい、切れるまでできる、切れるまでできる。欲張らない。最近の子は欲張らない。あれ、行く？やるか。やろやろ。もうおざなりだ、2回目。確かにな、もうウィーニングランだよな。わかる。俺もガシャでいいの引いたら、あともう。あ、どうでもいい。よし、あ、でも黒じゃない、腕が鳴るぜ。これじゃない、もちろん。あ、2号機の赤にしよう。じゃあ、ククブラックね。あ、はい、これを、あ、それです、はい。あ、そんななんか使用してくれんの。あ、そうなんですか。え、もういけるよ、もういけるよ。いけるよね、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 取って、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 はい、まだいける、まだいける、まだいける。じゃあ、ブルーでいこうか。ブルーでいこうか。やったやった。ちょっと今日これより甘いんじゃないか。ちょっとちょっとこよってるから、ちょっとこよりが甘いぞ今日。いつもよりもっと簡単に切れるように作んなきゃ。サービスサービス、これどう。あー、美味しい。うわ、これマジで初めてやったわ。おー、らーまあまあ、残念、お客さん。じゃあ黒だけお持ち帰りください。いや、でももう1個あるね。はい、ありがとうございます。これ可愛いな。やべえ、すげえ祭り楽しんでる感じがある。いけ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 。うわ、ヨーヨーなんか、おおおお、はい、行けました。はい、行けました。一応持って帰るの2個までなんですけど、まだやります。あ、大人なのでやります。あ、よかったです。はい、あ、どうも、ありがとうございます。頑張ってください。じゃあ僕、これ何年ぶりだ、ヨーヨー。僕1個もらっていきます。どうだった、ヨーヨー釣り。いや、あの、今思ったより面白い、うん、いや、釣れたね。おもろいやろ。うん、どうした、あれ、あ、釣れたね。釣った、釣ってないよ。釣ってないよね、宣言で。あ、そう、泥棒、ヨーヨー泥棒。うわ、なんだこれ、マジで懐かしい。はーい。さあ、ちょっと、ど真ん中を、テンション上がるな。ど真ん中を行ってます。俺、子供の頃そんなにいろいろ買ったりしてお金使ってなかったもん。何してた？
やっぱほら、下々の人たちを眺めてたから。最悪な子供やな。上からも。性格悪。上のもんな。これっていうものを決めてね。ね、それだけ使うようにしてたでしょ。とか、まあまあそういうことで。へ、うんうん、ジャンボサイコラやったマジで。あるかな。ジャンボサイコラどうかな。ちょっと見てみないと分かんないけど。ちょっとね。ただここからがね、すごい人が多いので。あんま調子だったらビシャーってなるからね。確かに。その場合言っていただけたらうち取り替えますんで。ありがとうございます。そんなことが。見て、ボイン。タクタク。お前はもう芸人を引退した感じだな。もうボイン、タクタクじゃないよ。ねえ、旦那にやってやれ。喜ぶかな。ご覧のように各店舗でいい、ね、中華も中華料理屋さんも家族の電信はね、そうここにね混じってやれば多分大丈夫だと思う、はい、この辺はねちょこちょこお世話になったお店もね、うん、そうですよ、あそうやね、しますよ。あれラーメン屋さんになってる。あれほんまや。いやこれ前からいやいや、スムージー、あっちか、あスムージーはうちの横で、あそこでかき氷やってるんで、あかき氷食いたいわ。後で食べましょうよ。かき氷はあそこで行きたい。ここタコス屋さん、タコス、あレモンサワーマスタコス美味しいですよ。おしゃれなものも置いてる。今日は会長としての仕事ではなく、YouTube の撮影で参っております。あ、ある仕事でいます。 Google チャンネルで一緒にお願いします。テキーラチャレンジャー、テキーラチャレンジャー。えちょっと飛ばしすぎちゃう。ちょっと飛ばしすぎだ。ラムネとか帰りワンチャン、帰りにワンチャン、はい、どうぞ。もしあれだまたお願いします。ありがとう。テキーラチャレンジ、え勝ち、ランケンして勝ったら1杯目、負けたら強制で2杯ですね。なるほど。そうで、まあここからがねちょっとね人が多いんですよ。まあもうね、どうかな。あなんかやってるけど、これサイコロやってるんですよ。あちょっとジャンボサイコロじゃないのかな。ジャンボサイコロなんですけど、ちょっと難しいかな、映すのが。ちょっと映しづらい。あすいません、ありがとうございます。ハンマーあるよ。すいません、どうも。あヨーヨー釣り、なんかあっちの方がキャラクターになってる。ここはキャラクターだから1回300円、うん、こっちは安いから、はい、うちはキャラクターじゃないけど1回100円。いや祭りだな。祭りやね。いやいやいや、ちょっと普通のお店もいっぱい入ってる。まあやっぱ大人はね、うん、昔と比べたらお酒飲む場所が増えたんで、そういう意味ではすごいお祭りに適した。確かにそうだな、田舎ってかが多いよ、ね、あーもうポテトいいな。うー焼きそばやってる、はい、ありますよ。あ、キュウリ、ま、夏やね。うわ、自撮り飯だって。何それ。いやいや、これはね、だいたいうどん屋さんにおにぎりありますよ。へ、柏。わぁ、ね、こんなんめっちゃ食いたいわ。ここはね、もうすごいいっぱい作っておいてる、ね、あ、どうもどうも、クリアキとその仲間たちです。あの、商店街の PR 大使です。あ、一応、はい、PR 大使でございますので、はい、頑張ってください。個人的にいつも買ってます。すごい焼きそばの量。まあ、でもここから売り切れるんでしょうね。そう、これ全部なくなります、ね。全茶。全茶やね。全茶。心ばかりの緑。全茶よ、これ。一番うまいから、これでは。いやー、すごいな。ちょっと、ね。今日はカメラさんの画角をあんまり考えて動けないですね、僕。まあ、ちょっとね。今日はちょっと。いや、でも今のうちを行くなら。今、そう、今チャンス。もっと増えるから。これからもっと、もう歩けなくなるんで。時間的にね。え、何時まであんの？何時までこれ開けんの？9時ぐらい？9時ぐらい？9時まで。9時まで。9時まで。はい、でも9時で終わんないんで、やっぱ。お客さんがやっぱ引くまではみたいな感じで。祭りはね、終わんないよ。ね、お疲れです。あら、どうもこんにちは。あー、うまそう。光るふわしゃりだった。光るんやって。はい、あのこちら、ここのマヌーカさんという。マヌーカ地下の、はい、イベント、クラブみたいな感じで。前、あの、映っていただきましたよ。エジタゲやってくれっつって。あ、え、やりましたっけ。やりました、やりました。 ありがとうございます。ただね、クルメリベンジャーってなかなかな攻め気味な T シャツ着てますけどね。え、かき氷でも向こうにもあるでしょ。かき氷向こうにもあります。最近のは光るんだ。光るのか、光ってほしい。ヤリック法で言ってもらっていいですか。ヤリック法で。ヤリック法、ビッグバン型ツンデレ両方なんで。こんなピンクグレープフルーツの、うわ、もう絶対美味しいやん、こんなの。え、生ジュース。生ジュースでしょ。え、すごい。すごくない。すごい。え、これ飲みたい。これいいね。買いますか。買おうか。買おう。ヨーヨー1個 もらいましょう。ヨーヨー、あ、じゃあ餃子の、はい、餃子のたっちゃんさんです。あの、今商店街でおります。彼 PR 大使をやってまして、商店街に、はい、R 藤本という芸人でございます。藤本さんの後輩でございます、はい、はい、
これをね、ちょっと美味しそうだったんで、寄ったんですけど、もうガチで果汁だけそのまんまです。そのまんまです、このまま果汁にします。絶対美味しい。うまいのかな、分からん。誰にお酒を入れることもできます。お酒を入れること、入れちゃおうかな入れちゃおうかなじゃあ、あの2人いいですか。2つください。1つお酒入れていいですか。あ、はい、じゃあお酒入りで、はい、1つはお酒入りで、はい、はい、普通のジュース。どれぐらいジュースになるんだろう。あれは何、フリスビー的な。あれはポツポツ押すやつが大流行りしたのよ。無限プチプチみたいなみたいな。ああ、はいはい、 ありがとうございます。かわいいよね。おとなしくなんだな、アイドルで。うん、大事。すごいすごい。あ、もうブニュブニュだ、これ。ほんまやね。へぇ、こんなのが。いや、これお酒の入ってないやつ。ありがとうございます。男子のね。すごい。すごいね、これがそのまま。あ、なんか。全然。もうなんかジュースになってる。気になるでしょ。本当ですか？すごいよ。ほら。お、ほんとだ。飲めんの？飲めるでしょ。飲むか。なんか乾杯するか。よかったら写真をみたいなことを。ああ、はいはい。もう、あ、もう撮られてた。はい。あれありです。あれね。あれあり。汗かけてあれあり。あ、もう直。え、何の酒？日本酒？サワー系の焼酎。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいですか。じゃあ。はい、乾杯。もう大丈夫ですか。うつさんこれ。どうぞ。商店街の PR のためにやっとこう。あ、うめえ。あ、うめえ。おいしい。ありがとうございます。うまいわ。おいしいね。あとね、全然なんかお酒がそこまで強くないというか。あ、そうなんや。果汁がもう強すぎて。すごい、ほんま 100% 果汁だ。ほぼジュース。3年ぶりということですけど、どうですか？盛り上がってますか？はい、人が多いです。やっぱ過去にやってた時より多いですかね。すいません、過去を知らなくて。大阪楽館さんまだできて間もないんです。そうなんです。なんですけど、すごい人気店で。確かにね、いい場所にありますね。ここも売れてるけど、中の餃子も繁盛してる感じなんですか。多いです。お父さんももういい感じにね。ね、盛り上がってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。三浦、営業中の餃子。餃子の餃子。営業中の餃子、ほら。美味しそう。ね、ちゃんとやってますよ。うん。さあ、ここちょっと人が多いですね。ちょっと気をつけていきましょう。うん、はい、大丈夫ですよ。すみません。豚バラとかお肉系ですね。はい、通ります。私もさ、ちょっとここやばいっすね。何かしら頭ピカピカさせたいんですが。あ、どう買えばいいじゃん。いいの？どこに？あ、なんかほら、映えブルーフルーツ。あ、かわいい。あ、あれじゃね？あ、ほら、これ買ってくれ。お、俺、あ、そうか、俺か。これ台風も気をつけんとやられるな。え、そんな治安悪いの？やられるって。嘘、海外かい、ここ。何色？どうしようかな。ギリギリセーフ。やっぱギリギリセーフ。あ、アウト？これアウト？アウト？ギリギリセーフ。セーフでしょ、こんなの。プロデューサー判断。あれだろ、インターフェースだろ。やっぱ一応セーフにしてる。はい、セーフ。アウトっぽかったらモザイクします。じゃあこれください。あ、赤いので大丈夫。はい、青色でございます。あ、赤で、え、何色がいい？俺はしないよ。なんでよ、俺はしないよ。一緒にしようよ。え、これアウトやったらモザイクにします。私の頭ずっとモザイクにしてる。モザイクで光ってる。インターフェースだから大丈夫。ずーっと光ってる。インターフェースか。形ギリギリ大丈夫なんだ。すぐ。あ、そうです。あ、ゴミよかったらもらいましょう。あ、ありがとうございます。ここか、ボタン。あ、すごい。何パターンかあるんじゃない、これ。ひょっとしたら何パターン？ボタン押して。ああ、ほらほら。ほんまや。本当だ。暗くなればね、もっと。これかな。これぐらいが優しいかな。はい、優しい感じで。あ、でもちょっと。子供用じゃない？サイズ。大丈夫。派手に。え？いける？どう？あ、いいじゃない。すごい光ったよ。いいよ。ビカビカだよ。いいね。あ、やフルフル。フルフル。フルフルフル。エッグポズフル。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。浮かれとるね。これは大丈夫ですか、カメラさん来れます？カメラさんも危ういし、僕らも危ういし。ちょっと人がね、迷子ならないように、この頭つけといたから。そこなんか南地区の生徒さんが手伝ってるんですけどね、そこ。あ、南地区の、
高校生たちが。あ、かき氷だ。かき氷。どうします、寄りますか。かき氷。かき氷。かき氷。ちょっと、ちょっとこれがね、ねあるからね。どうも。こんにちは。こんにちは。頑張ってください。こんにちは。後で寄れたら寄ります。ベジータです。はい、ベジータですよ。そう、もうなんかその南畜さんも、ええ、学園祭、なんか文化祭みたいなので同じような出し物をするらしいんですよ、秋に。あ、ちょっと練習も兼ねて。その練習も兼ねてという感じで。わ、サボさんから食うしかないでしょ。わかりました。サボさん。いいですよ、いいですよ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。いただきました。いいんですか。いいんですか。一本で。なんで歌声。サンちゃんです。サンちゃん。カラオケ喫茶。あ、終わりで来ちゃおうかな、これは。昼からね、皆さんよく歌ってます。山崎まさよし歌っちゃおうかな、これ。すいません、いただきます、ちょっと。ありがとうございます。パインもいただきましたよ。お酒ぶっかける？いや、もう大丈夫。パインスティックに持ってかれました。反対側にね、サバサンドってのがあって、あ、すげえ美味しそうだった。美味しそう。サバサンド絶対美味しい。サバサンド絶対美味しいでしょ。あ、うま。すげえ冷たい。美味しい。うん。そして、アイスよ。ここも昔から出してもらってる敵屋さんで。あ、美味しそう。箸巻き。懐かしな箸巻き。ブタもあったら入る。え、いいんですか。いいですよ。うわ、でも迷うな。まあね。後々もっと好みなものがあって思っちゃう。生300円安いですよね。お、お疲れ様です。あの前のあのエビ売ってた。エビ地下の犬がすごい足舐めてくる。あの、はいはい、お世話になります。そうなんですよ。この PR の時就任式に来ていただいた。みんなラフな感じ。あの時の久しぶりラフミを。もうお酒入ってます。あ、いや入ってないです。入ってないです。いや、シラフですよ。シラフですか。シラフです。お祭りどうですか。よかった。お祭りどうですか。楽しい。来てよかった。3年ぶりですよね。3年ぶりですよね。よかったよかった。今日何があってるんですか。土曜夜市の PR を。あ、いいですね。こんだけ。もうめちゃめちゃ PR なんですね。よかったです。あ、よかったです、相手。今から人多くなると思うんで頑張ってください。お疲れ様です。失礼します。これはもうそうです。割と市役所の偉い人。ああ見えた。式典の人。はい、又兵衛さん。どうなんすかね。お話できるのかな。あ、なんか。又兵衛さんの。テレ東さんが取材を。ああ、どうも。すみません、ね。すみません。ちょっとどうですかね。誰か捕まえれないかな。さすがに人多いんじゃない。あ、虫売ってる。ん？虫。本当だ。うわあ。毎度。あ、どうもどうも。あ、お疲れ様です。お久しぶりです。あの、はい、留守番してた方。あ、弟さんなんだ。兄弟。三人兄弟で。あ、兄弟。計三人兄弟。髪型はもうね、髪型まで一緒じゃない。分け目が。うん。東京組と仕込み組で分かれて、自分はあの店残って仕込みをしてます。あ、仕込みをね。あ、やっぱり。はい。すみません、ありがとうございます。あ、留守番してた。留守番してた。自分がです。はい。自分自身。はい。そう、留守番してた。お兄ちゃんたちは厨房の中にいます。今日は多いでしょう。今日は多いですね。大将が。大将。あ、大将。あ、次男です。次男、お久しぶりです。どうも。ごめん、忙しいし。手作りのシュウマイと餃子を。あ、本当に今作ってんじゃん。横で見てほしいぐらい、もう手際がやっぱプロなんで。いや、すごい。綺麗だ。でもう2人がもうあうんの呼吸でパッパ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 もう。早いな。早いんですよ。又兵衛さんお願いします。お願いします。ちょっといろいろ頼むと思いますけども。ごめん、忙しいし。いやいやいや、全然大丈夫です。あ、今日みんなで土曜日に。そう。祭りに。せっかくだからね、祭りの雰囲気をって。えらい人多いですよね。人多い。お店、お店も空いて。お店はどう？いや、もうおかげさまで。多い。いやいや、もうおかげさまで。さらに来るのって。あ、そうですね。今からどんどんまた。今から多いから。もう外もパンパン、テラス席もね。今、外で飲むのいいね。いいね。てか、今気づいたけど、アーケード上空いてるね。あ、本当だ。開くの？あんまりない。あんまりないよね、これね。開くんだ。レアだよ、これ。大体あの、火事が起きた時とかは開くようになってるらしいんですけど。へー、初めて見た。すごい。そうなんだ。開放感があって。いやー、また食べたいな。いや、またぜひ。よろしくお願いします。じゃあ、ぜひ、また、はい、お世話になっております。ありがとうございます。写真が。はい、写真ね。ありがとうございます。また忙しくなさそうやった夜。うわ、カブトウシこれもね、確かね、取り…あー、いいかな。これ、取りに行ってるんですか。これ、仕入れたよ。山に、大将とかが取りに行って。え、クルメのチャープの。そうそうそう。
なぜ又兵衛さんが虫が出るの？先々週ぐらい全然取れなかったっつって。もういいから、もうだいぶ暑くなってきて、だいぶ多くなった、ね、ダメだね。ちっちゃあ、コクワガタかな。コクワガタ、まあこんなすげえな、いいよな。こんなの買うよ、子供は買うよ。ゼリーもゼリーもついてくる昆虫で。またちょうどさ、お父さんじゃビール買うからついでで1000円でみたいな値段設定。そうね、確かに考えてますね。考えられてる、あ、野球やってる。ほら、南津高校の生徒もやってた。そう、食べた。みなはれさん、あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。みなはれさんって、なんかね、すごいショートとか。そう、お好み焼きだし。はい、ショートお好み焼き。そうやな。美味しいですよ。そう。はい。こんにちは。鉄板食堂、みなはれさんでございます。おいしそう。すごい。うん、これは何売ってるんですか、これは。ネギ焼きとソース焼きそばとごま塩焼きそばを売ってます。ごま塩うまそうだな、はい、マヨ明太焼きそばっていうのはここにはない。ここにはないです。普段はなんか焼きそばコンテストのグランプリで1位になったそうで、うん、ペイペイ丼全国の。そう、なんかご当地焼きそばみたいな感じで、はい、このお店の人が、はい、マヨ明太焼きそばを出して初めて、で初めて出てグランプリ、初めてで初めて優勝、はい、すごい、すごいですね。ちょっと食べていきたいです。え、どっちがいい？ありがとう。俺前食ったもん、イカ焼き。え、賞を取ったのどれですか？賞を取ったのはね、あ、ね、そばがちょっと今前に開けてないんです。はい、あ、そうなんですか。イカ焼き美味しい。美味しい、え、これイカ焼き？はい、じゃあイカ焼きですね。どこかね、関西のイカ焼きっぽい感じ。そうです、そうね、関西人はうるさいですよ。え、じゃあ焼きそばも買う？焼きそばソースと塩がありますね。じゃあ塩行こう。塩で、はい、一つずつ買います。じゃあ600円です。はい、明太子の焼きそばもすぐお作りできるみたいなんですけど。明太子の焼きそば、あ、賞を取った測った明太焼きそば、あ、それにしよう。そう、それください。じゃあ塩されますか？塩、塩どうしよう。塩も買おう。買うの？ありがとうございます。はい、じゃあ明太子、はい、お先に600円。本当に普通にここ、はい、お好み焼き焼きそばで有名なとこなんで、うん、絶対美味しい。じゃあまた来ます。ありがとうございます。戻ってくるから。そうね、うん、だからこうやってじゃあ、はい、安心して買えるよね、気になるものは。すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。すいません。やっぱあれだね、商店街のハッピー着てるとみんな分かってくれるね。確かに、なんかこうね、なんとなくなんか公式なんだ、公式なんだ。あー、うまそう、イカ焼き。ガチイカじゃん。いやいや、今買ったよ。え、焼きそばやん。え、イカ焼きも買わなかった？あ、焼きそばだけ。また違うイカ焼きやね。関西のイカ焼き。ガチイカ焼きじゃん。これガチイカ。イカ焼き食べたい。買う？食べましょうか。食べたい、食べてて。イカ尽くしになりますけど。いいんですか？待って。え、いる？まあ、1個でいいけど。1個？え、でも分ける。あ、じゃあ2個、2個。あ、それ下手がいい。足と、これと。これ、足がいい。クリアクさんは？僕はその余ったもの食べます。余らないよ。余らない。じゃあ足、足、足。小さい頃さ、お父さんがイカ焼き好きで、先買ってこいと、うん、一番ゲソが多いやつにしてもらうんだぞって厳しく言われてる。本数、うん、太いやつ。あ、太いよね、うん、差があるからなんて口うるさく言われてた。ゲソを3つください。はい、美味しそう。商店街の一応 PR 大使がこちらになりまして、すいません、パイン食べながら。一環で YouTube で撮影をやってますので、はいはい、問題なければありがたいですけど、一本おまけ勝ち。そんな申し訳ないですよ、ありがとうございます。あ、いやいや、やめたじゃん、やめたじゃん。ほいってやったじゃん。ほいってやられちゃった。やったー、ありがとうございます。すぐ矛下げた、もらいます。早かったな。ありがとうございます。3つでいくらですかね。1500円です。1500円。一本おまけ、一本おまけします。ありがとうございます。じゃあ2000円です。はい、お釣り500円ありますね。なんか久しぶりだな、おまけされるのとか。500円のお釣りですね。はい、どうも。ちゃんと生からやってるのが初めて見たの。すごい、うん。いや、楽しみに後で食べます。ありがとうござい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 ます。あ、すいません、ありがとうございます。やったー、嬉しい。でね、この次の商店街がちょっと細いんで、そうね、ちょっと道がね、幼稚園の前行きましょう。あ、西武幼稚園、ボエンに行きましょう。ボエン行きましょう。嬉しいね、嬉しい。お
ギリギリ地元がやっぱガーッと盛り上がってギリギリでしたね、撮影も、ね、うん、こっちちょっと落ち着いてね、そうゆっくり、ね、やっぱり堤防幼稚園の前はこのいいよね、日陰がなんちゅう公園、前通るの幼稚園初めてだよね、いつも裏ばっかりだった、うん、何この高級そうな幼稚園、いいのかな、いやだから教会が併設されてるの、すごいな、三浦新婦元気かな、三浦新婦、三浦新婦、よいしょ、どうしましょうかね、もうすぐそこがね、あの六角堂広場のシティプラザね、そうそうそう、うん、でもね広場の中はね、うん、やっぱちょっと人混雑するだろうからっていうことでカメラ NG になってる、なるほど、ただ2人は入れます、あ、なるほど、入ってる様を遠くから、いや広場入ったってさ広場入ったってそんなにさ、なんかおしゃれな自販あるよ、これ何、これなんかあれですよ、カフェだって、スイーツ、すごい、カフェ自販機、これ買って帰ります、お祭り関係ないけど、ありだな、全然、俺マカロン好きなんだよな、見てブーケアイシングクッキーやって、カミングスーンか、何これ、どうやって 2,3 時間解凍しなきゃいけないと、まだまだ持って帰ってたら、あ、確かにいいかもしれない、うん、ちょうどいいかも、祭り全然関係ないです、マカロン詰め合わせいいじゃん、いやいいんだよ、祭りだから買っちゃうんだよ、そういうことなの、マカロン買わないでしょ普段、買うよ、ま、祭りはねやっぱ財布の紐緩くなりますよね、そうよ、あ、すげえ、あ、冷たい、すごいマカロン、ちょっと持たせて、持たせて、あ、冷たい、冷たい、すごい、こちらもあと食べましょう、映え、ありがとうございます、映えかな、はい、ちょっと信号赤になるので止まります、西日がね、すごいよ、暑いね、涼しいわ、まず商店街の方に入ります、あ、あっちね、うん、ただ日がないから、とりあえずここが六角堂広場です、多分すごい今人が、あ、すごい人やる、ね、すごいね、なんかイベントや、手振ってる、あ、宮原さんだ、暇してんじゃないの、ちょっと、ちょっと捕まえに行こうかな、ちょっとあの担当がいるんで、あ、よく怒られてる女の人かな、怒られてる、なんかよく怒られてない女の人、暇でしょここまではいいですね、ちょっとお時間いただけますか、僕ら入れないんで、僕ら入れないんでちょっとだけ、え、なんかお話聞かせて、イベントやってるわけでもないのに、もう出た、すごい、ここまでね、入ったら怒られるのやめてください、はい、ここまでね、ここまで、うん、どうもお世話になってます、12時間配信に出ていただいた、はい、あの山田君と一緒にご飯を食べて、あ、はい、相談言ってくれた人ですか、そうですそうです、そうです、じゃあ中継行きましょう、山田くん、はい、クルメの山田です、はい、4人目の方のお悩み、ね、これ今読んでいいですか、相談者宮原さんって方です、うん、職場の新しいスタッフさんとの世代の違いに困っています宮原さんっていうのは どなたの宮原さんっていうのは実は今僕の隣にいらっしゃる、え、この人実は宮原さんです、あ、そうなんですかあ、だから呼んだんだ今、はい、その後部下とはどうですかあ、確かに言ってましたねすいません、部下も見てるんで、まあ、部下との付き合い方をすごい悩んでたんですけど、はい、今から新たに、あ、仲良くやってますか、あ、はい、頑張ってますまだ怪しい、ギクシャクしてた、半年経ちましたギクシャクしてたすごいですね、人はやっぱり彼女多いですね、今日少ないの、あ、これ少ないですか、これ、はい、もっとあの辺ぎっしりになるぐらいの、そうですね、全然もうダーツの行列とか普通ここまで来てるんですよ、言ってましたもんね、はい、そう、 あれ、はい、あの線でまだまだダーツ、ダーツかなんかね、パネルにダーツやっていろいろ商品があるみたいな、2番街は避けたんですけど、めっちゃ人気よ、先週とかもっと多かったんです、先週はもうやばかったです、2倍と言わないんじゃないかな、3倍、もう全然通れなかった、あら、だからやっぱその今日大丈夫かって言ってたのね、そう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 、もう僕はもうヒヤヒヤでいやだからまあちょうど良かったって良かった、そうそう、いや本当に良かった、これでもまあやっぱり多かったけど、うん、そうそう、まあ、ちょっとね、あんま買い食いはあれなんで、あのまあ買ってちょっと、ね、じゃあ戻って本部に戻って、本部に戻って食べましょう、食べましょうか、じゃあ、はい、とりあえず、はい、あの、これから頑張ってください、まだ今から増えるから、そうね、頑張ります、ありがとうございます、いいえ、ありがとうございます、お疲れ様です、じゃあまた、はい、失礼します、剣買う、みんな、これ買っていい、これ買いな、剣はね、剣はね、あ、これもいいやん、それなんでいいと思う、え、これも買ってくれ、音鳴るよ、マジで言ってるねえ、万札でこれ買うの恥ずかしいんだけど、え、藤本さん、僕これがいい、じゃあ俺のがいいや、
じゃあ俺この水の、あ水のって言うとあかんで、水のはこれは火の、火のとか言うな、も燃え、燃える呼吸の、呼吸って言うな、呼吸がダメだ、燃える息のまずこちらの4点をじゃあ、はい、あの、あ、はい、買わせてください、ありがとうございます、これはまあまあ買った、まあまあしたから、まあまあおもちゃでした、なんかテンション上がる、あんまいい大人が2800円買わないよ、剣道やってたから、やってたの、うん、やってそうだわ、うん、なんでなんかルロケンに憧れてやってる、ルロケンに憧れて剣道やらないの、うん、これ何、これこれピョーンのやつやん、はい、ほら、あー懐かしい、懐かしい、音鳴るやつだ、ピョーンってやって、音なんだ、うん、ピョーンって、あーほらほらほら、いい、ね、懐かしい、ありがとう、 あった、はい、あ、ありがとうございます、はい、はい、音声さん、はい、すごい、皆さんで指輪つけてみてください、うわ、やった、いいんですか、あら、いいんです、え、これサービスですか、はい、はい、皆さんでつけてください、わーい、何人も、はい、はい、はい、すいません、ありがとうございます、人生初指輪かもしれない、あ、マジで、だからしないもん、おめでとう、指輪デビューやん、大丈夫ですか、大丈夫です、反対や、反対、大丈夫です、こう、こうとして捉えるこう取れば大丈夫、ええ、スタッフさん苦笑いしてるけど、ま、丸足蝶ネクタイやろう気持ち悪い、そうね、丸足蝶ネクタイやろうなんか違う感じの、あの、大丈夫、こう歩くんで大丈夫、別のね、別のキャラクターみたいな、もういける、こっち、ここなんかやばいっすね、ここ無理かもしんない、ひょっとしたら通るの、いける、ちょっとすごいね、横にずれようか、これは迷惑になっちゃう、ちょっとね、お人がさすがに多いかなと、あっち行く、これ振ったらさ、うん、鳴るのよ、おお、あ、すごい、目立つな、ガトツね、ガトツ、ガトツゼロ式、ガトツゼロ式、ゼロ式はもうこうや、あのお寿司屋さん前行ったけど、あの人は今日は店出してないんですか、多分ね、忙しいですよ、週末なんで予約、いや、あのほら行ったじゃないですか、ほらほら、すごいお寿司屋さん、中島俊治の、ああ、ね、ああ同級生のね、そうそうそう、うん、あの後なんかさ、テレビでも紹介されてて、そう、あの藤井フミヤさんが、うわ、来てて、地元のスター、地元のスターが、いや、技術あったもんな、とりあえずなんかこの辺広場っぽいから、じゃあちょっとあれですかね、人も増えてきたんで、クリアさん家に戻りましょうか、会社にね、2階に、いいんですか、お邪魔して、特設スタジオを今回もう準備してます、グーグーのために、グーグーのために、お、ありがとうございます、はい、じゃあ後半戦はこ、はい、の感じで楽しみたいと思います、はい、やー、まあ、焼きそばがない、焼きそば売り切れました、おー、すごい、はい、売り切れました、あ、ありがとうございます、こちら結構ですということで、結構、はい、ぜひ食べてみてください、いや、それは申し訳ないです、ありがとうございます、ごちそうさまです、いただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、どんどん、いろいろグランプリは本当に美味しいらしいのよ、俺ちょっと食べたいな、はい